ヨーゼフ・ラーボア、またはヨセフ・ラボルは、オーストリアの作曲家、ピアニスト。現在ではほとんど忘れ去られているが、生前は音楽家として高い地位を与えられていた。シェーンベルクやアルマ・マーラーの最初の音楽教師でもあった。ラーボアの墓用時期に病弱だったラーボアは、1845年に天然痘にかかって失明した。ウィーンの盲学校で教育を受ける傍ら、 ウィーン音楽院で音楽教育を受け、さらに個人指導でジーモン・ゼヒターに音楽理論をピアニストのエドゥアルト・ピルクヘルトに鍵盤楽器の演奏を指示。若くして演奏旅行でヨーロッパ各地をめぐってフランス、イングランド、ロシア、スカンジナビアを歴訪し、やはり盲目だったハノー・オファーをゲオルク五世と近しくなり、ついには信仰を結ぶに至った。 早くも1865年には、ハノーファー級廷室内ピアニストに指名されるが、広島戦争が勃発すると、ハノーファー王国がオーストリア側に立って戦っていたこともあり、1866年に、ゲオルク5世に随行して、ウィーンに避難し、この地で、ピアノ教師として、活動を続けた。とりわけ、アルノルト・シェーンベルクやユリウス・ビットナー、 パウル・ビトゲンシュタインといった行進を指導し、なおかつ、フランツ・シュミットのような若手作曲家とも信仰を結ぶことになる。ラー・ボアのピアノ演奏は、技巧面の完璧さだけでなく、練り上げられた美しさのために、同時代の評論家から称賛された。また、芸術についての包括的な理解力も、特筆されている。1875年に、著名な教会音楽家。 ヨハン・エヴァンゲリスト・ハーベルトを通じて、グムンデンにおける教会オルガニストの職務を得た。1904年には、宮廷オルガニストの称号も授与されている。1912年に、モンテー・パウル・ビトゲンシュタインの働きかけで、ウニベルザール・エディツオン社から、ビトゲンシュタイン家の経費の負担により、ほぼすべてのラーボア作品が出版された。遺作は、ウィーン市立図書館に寄贈された。 ビトゲンシュタイン家とのつながりから、同家でも用された音楽会に参加して、当時の主要な音楽家と親交を結んだ。パウル・ビトゲンシュタインが右手を失ってから最初に作品を移植した相手がラーボアであり、パウルの弟ルートビーヒは、ラーボアをウィーン楽派の偉大な6人の作曲家の一人に数え、モーツァルトやハイドン、ベートーベン、シューベルト、ブラームスに匹敵する存在とした。 ありがとうございます。